韓国が自画自賛している自国製戦闘機といえば KF-21、通称ポラメと呼ばれる戦闘機だよね。なんと、この戦闘機をインドネシアが購入しようとしているとのニュースがあるんだ。それって大丈夫なの？だってあの韓国製だよ。心配するのも無理はないな。そもそもこのポラメ戦闘機、インドネシアとの共同開発プロジェクトとして始動したものだが、あまり情報が出てこなかったのでどうなっているのか気になっていたところだぜ。ここに来てついに、ポラメ戦闘機がデビューすることになったようで、多くの軍事アナリストが注目しているのみたい。どれだけの笑い話を作り出してくれるのか、注目しているのかも。そうかもしれないね。さて今回は、このポラメ戦闘機について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。このポラメ戦闘機、韓国航空機メーカーの KAI 韓国航空宇宙産業が開発を進めていたもので、2021年4月には慶尚南道にある四川工場において、KF-21 の出庫式を行ったんだ。出庫式とは何かと思うだろうから説明すると、要するに倉庫から出してその姿をお披露目したというのが事実で、試験飛行をしてみせたわけではないから、実はハリボテだったんじゃないか？なんて揶揄する見方をする軍事アナリストもいるぐらいなんだ。実は KF-21 戦闘機、韓国初の国産戦闘機であり、開発コード KFX と呼ばれていた機体のことだよ。韓国政府は21世紀の先端航空宇宙分野での躍進、21世紀における、韓国空軍の飛躍、21世紀の朝鮮半島を守護する国産戦闘機といった意味を込め、正式名称を KF-21 と命名したみたい。なんとも仰々しいビジレイクばかりを並べ立てているが、自国の防衛すらアメリカに依存している状態の韓国が、ここに来て自主自尊するとでも言うのならば、KF-21 はそのフラッグシップ機として崇められても問題はないだろうぜ。そして韓国空軍は、KF-21 に若い大鷹を意味するポラメという愛称をつけたんだって、自国がまだ若い存在であり、これから飛躍するという意味であればなんとも猛々しいんだろうけど、それとは相反するような行動を繰り返している韓国なので、名前負けしなければいいなと思うよね。とは言っても、自国で戦闘機を開発するだけの技術を持っていることは正しく評価してあげたいと思うよ。ただし、アメリカなどからの技術の盗用がなされていなければ、という話だけどね。ちなみにポラメ戦闘機、出庫式の後からも開発が続けられており、2022年中に初飛行が予定されているとのことだったが、気になるのはポラメ戦闘機のスペックだよな。現在の世界各国の最新鋭機が第5世代と呼ばれていることを考慮すると、ポラメ戦闘機のスペックは、甘く見積もっても第 4.5 世代を言うべきポテンシャルに落ち着くというのが、多くの軍事アナリストの見方になっているぜ。韓国軍の発表によると、ポラメ戦闘機の最高速度は超音速を発揮することができるとし、最新のエーサレーダーや統合電子システムなどを国産開発して搭載する予定とのことだよ。最終的には、国産化率を 65% 以上に高めたいとしており、現在は外国産の部品を搭載している部分であっても、継続して国産部品を追加装備することで改良させ、自国製戦闘機としてさせる計画としており、脱アメリカを目指していると受け取られてもいい発言を繰り返しているんだ。実は韓国、自国製戦闘機の開発はこれが初めてではなく、練習機の部門から自国製戦闘機の開発に着手しており、実際に開発された国産 T50 練習機の国産化率は 59% に達しているなど、あながち技術を持っていないわけではないというのが実情みたい。とは言いつつも、最新のエーサレーダーや統合電子システムなどを、国産開発することができるのかといえば、その能力には疑問符がついちゃうんだ。実際、アメリカに技術供与を求めたようなんだけど、アメリカは過去に韓国にしてやられたことがあり、そっけなく断られてしまったんだって。というのも、韓国空軍が現在主力として使用している戦闘機 F-15K の製造において、韓国はアメリカの技術を無断で盗み見ようとした前科があるからな。そもそも F-15K は、主要部を除くパーツをアメリカより持ち込み、韓国企業が現地で組み立てる方式であり、国産機と言いつつもその大半はアメリカで製造され、アメリカによって秘密の部分ブラックボックスが多数盛り込まれている機体となっているぜ。それを知っていて韓国は、ブラックボックスの指定されている暗視装置を分解し、その技術を自国のものにしようとしたみたい。面白いのは、韓国の関係者はアメリカがブラックボックスに仕掛けてある細工も知らなかったことだね。当然、ブラックボックスに触れたことはアメリカにも伝わるんだけど、この時の言い訳がよくわからなかったと子供じみたものだったらしいよ。国際社会でそんな言い訳通用するわけないじゃん。子供のいたずらじゃないんだから、そんな子供のような国に、
自国の最新技術を供与するわけにはいかない。アメリカがそう言ったか言わないかはわからないけど、前科がある以上アメリカは韓国に何も与えないだろうね。ちなみに、韓国が不正流用した技術はたくさんあって、アメリカからは対艦ミサイルや多連装ロケットシステムなど、重要でかつかなりの技術を盗んでおり、最低でも20種類前後に上る模様だよ。この、同盟国としてあるまじき裏切り行為は数多く、アメリカは韓国に技術供与することをすでに放棄しているとも言われており、すでに同盟国とみなしていないのではないかとも言われているんだ。そんな韓国が作ったポラメ戦闘機は、アメリカから盗んだ技術がたくさん搭載されている、とも言える機体で、これから先のバージョンアップは、アメリカから技術を盗めない以上、このままロースペックでとどまってしまうことは先が見えているんだよね。それを知ってか知らずか、ポラメ戦闘機の出庫式典には、韓国政府及び軍高官だけでなく、共同開発国であるインドネシアから国防長官をはじめとする同国政府代表団、両国の防衛産業関係者や各界要人が参加し、大々的に行われていたみたい。ポラメ試作機は様々なテストなどを経て2022年初頭に初飛行を予定しており、以後2026年まで様々な評価試験を実施した後、開発を完了させると言われているけど、それまでにアメリカ様の良い技術を与えてもらえる盗むことができると良いね、と嫌味を言いたくなるのも無理はないよ。でも、韓国からインドネシアがすんなりとポラメ戦闘機を購入するかといえば、そのことについても疑問符が残る現実があるんだ。というのも、インドネシアと韓国との間には、潜水艦をめぐるトラブルが存在しており、それが明確に解決されていない実情があるから、韓国は、自国製潜水艦をインドネシアに輸出したんだけど、実は自国製と言いつつも、ドイツ製の潜水艦をライセンス生産して販売するだけの下請けレベルの話だったんだ。もちろん、ドイツだってブラックボックスをちゃんと確保しており、燃料電池式の非待機依存推進装置を実装しているものの、この部分はブラックボックスとして韓国には一切情報を漏らしていないみたい。でも、韓国はこの非待機依存推進装置の部分も込みでインドネシアに商談を持ちかけ、インドネシアもそれならと購入に踏み切ったんだ。では実際にどうなったかといえば、ドイツは当然その部分はダメだとライセンス生産を拒否、インドネシアもそれじゃあ先行日数のスペックを満たしていないと契約そのものの破棄を匂わせるありさま。この問題は2022年になっても解決していないよ。それでも、ポラメ戦闘機の件についてインドネシア側が態度を軟化させた背景には、韓国からではなく、他国から高性能な潜水艦を調達できる可能性が生まれたからではとも言われているんだよね。潜水艦の件では、もう韓国を相手にしないけど、その代わりに本家本元のドイツと直接取引をする、被害者同士の国としてうまく話がまとまったのでは、とも言われているんだ。こんなことになるなら、ドイツは最初からインドネシアに潜水艦を売り込めばよかったのに、と思う人もいるんだろうけど、そこは狡猾なドイツの国民性、経済的に仲の良い中国を刺激したくなかったってわけ。インドネシアと中国は経済的にも紛争を抱えているし、南シナ海における中国の強引な領土確保にインドネシアは真っ向から反発しているだけあって、ドイツとしては中国の機嫌を損ねたくない事情があったみたい。そこで、ライセンス生産を許している韓国から潜水艦を売る。そうすると自分たちにも利益があるし、中国様のご機嫌を損ねることもないってところかな。こういうところは日本にも見習ってほしいとは思うが、どうなんだろうな、実際。インドネシアだって、韓国に対してはかなりしたたかみたいだよ。ポラメ戦闘機の開発費用の分担について、韓国と当然揉めることになったんだけど、2021年11月になってようやく合意に達したんだ。ポラメ戦闘機の開発に要する費用の2割、約1600万円相当。これは当初の計画通りだったんだけど、インドネシアは支払いに応じることになったってわけ。ただし、この金額のうち3割相当は天然ゴムなどの資源で現物納付することを韓国に認めさせたそうだし、韓国としては外国に同士の取引は基本ドル建て獲得の機会をやや失った形になったんだけど、計画そのものをキャンセルされるよりは良いと妥協したんだろうね。あらゆる面で中途半端さが目立つポラメ戦闘機だけど、順調に開発が進めばローコストで購入できる近代的な戦闘機であることから、発展途上国が購入するかもしれないね。アメリカから直接武器を売ってもらえない国とか、第三国を経由して購入したいという国、様々な事情を抱えている国が、カタログ通りの性能を信じて購入に手を挙げるかもしれないよ。だけど、
韓国の製品にスペック通りのものが果たしてどれくらいあったんだろ？その点は、世界中に広めておきたいと思うんだけどな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。